はい、皆さんこんばんは。ジャーナリストの岩上康美です。昨日は小沢氏が指定弁護士によって控訴されるというニュースがありましたが、本日も裁判関連で大変大きなニュースが飛び込んでまいりました。あの郷原さんがですね、大阪地検特捜部の元特捜部長大坪博道さん、犯人罪で、起訴されているわけですけれども、この方の弁護人を引き受けることになったということが発表になりまして、今朝記者会見が行われました。IWJ は緊急記者会見、急いで、中継に行ったんですけれども、申し訳ございません、機材の不調によってですね、音声が大変聞きづらくてですね、いろいろな方からお叱りを頂戴しております。申し訳ありません。これは音声の復元できるかどうか今調整中なんですけれども、東京へお戻りになりました郷原さんに直接今からお話を伺いますので、その分も合わせてお聞きしたいと思います。郷原さん、よろしくお願いいたします。今日お時間いただきましてありがとうございました。まさかという感じで我々びっくりしているんですけれども、あの大阪地検特捜部元部長の大坪さんの弁護人を引き受けになるということになったと。これはどうした経緯で、またなぜ、弁護人を引き受けになるということになったんでしょう。もともと大坪氏佐賀氏が起訴された犯人隠避事件ですね、はい、私は以前からあれは犯人隠避という罪名を適用するのは法律上無理だと、犯人隠避罪の適用は不当だということをずっと言ってきました。調書の中でも入ってきました、ところが私が言ってるその法律的に犯人隠避にならないというような主張があまりですね、これまでの裁判の中で行われなくて、一審の審理はほとんど大坪氏佐賀氏が、前田元検事のフロッピーディスクの改ざんが故意によるものだったと認識してたかどうか、ほとんどその一点だけが争点になって一審判決が出され有罪という結論になったわけですね。私は非常にその結果に対して違和感を持っていて、こんな審理、こんな判断のままでこの事件を終わらせてもいいんだろうかということはずっと疑問に思ってたわけです。で、これは単にその本来犯人隠避罪を適用すべきじゃない事件に適用して、その2人がそれによって有罪になるかどうかっていう問題だけではなくて、まさにこの郵便不正事件で村木さんの冤罪という大きな問題が発生した。そして証拠改ざんという問題が検察を揺すぶる大きな問題になった。この事件全体が何であったのか、どういう事実関係であったのかということが果たしてこれまで明らかになってるんだろうか。一審の審理のプロセスではそうした事件の全体像というのは明らかになったとは言えないというふうに言えないです。むしろ本当にその、前田氏が、恋の改ざんであることを告白する電話をかけたかかけなかったかというようなところにほとんど審理は集中してしまったんですね。本当はそもそもこの事件は何だったのか、大阪地検特捜部の捜査にどういう問題があったのか、そこで何が行われたのか、検察の組織はどう対応したのかということ全体が、問題にされ明らかにされなければいけないので、もう本当にもう局所的なところだけでですね、終わらせられようとして、私はそのままで終わらせてはいけないということはずっと思ってたんです。で、あの例のその前田健二の証拠改ざん事件 も、もうなんか半分八百長のようなことで終わってしまったわけですよね。八百長どういうことですか。前田健二を全面的に認めてます、でその検察側は前田健二に対して、もう今言ってることだけじゃないだろうと、もっとこういう動機があるんじゃないか、こういう目的があるんじゃないかということは全然追及しないわけです。元々の検察のストーリーに沿った形でしか全然証拠は出さないし追及もしない、そういう形で終わってしまって、それでも前田元検事は実刑になって刑
所に入ってますよね、うんうんうん、そして最高検の検証結果報告というのも私が検察のあり方検討会議に加わっている時に公表されましたけども、うん、これも本当完全に大坪氏という特捜部長が得意なキャラクターだった、うん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 、そのためにこういう問題が発生した。なるほど。それ以前の特捜部には問題がなかったかのような、うんうん、そういう内容になってるんですね、うんうん、で検察の組織的な問題構造的な問題にはほとんど触れられてない、うん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 、でその最終的な結末がこの犯人隠避事件の、まあ、言ってみれば犯人隠避事件による歪償化なんですね、うんうん、なるほど。やはりこれはこのままではこの事件を起こしてはいけないということは私なりに強く思っていた、まあ、そこに、この一審判決が出た後、まあ、私が以前からあのよく存じ上げてあの弁護士の、弁護士がこの大坪弁護団の弁護団長をされてるんですね。その弁護団長から名前はどなた？タミヤさん。タミヤ。タミヤ弁護士です。タミヤ先生。はい。まあ、弁護団長からも、今回の事件で、うん、その法律論を、うん、の面から力になってくれないかという話があったものですから、うんうん、まあ、あの私としてもそちら、まあ、しっかり検討 して、うん、まあ、その結果をお伝えしましょうということで、うん、私なりに、私であれば、こういう観点から控訴審でこういう主張をしていく、うん、こういうことを立証していったらいいんじゃないかということを提案をさせてもらった、うん、まあ、それを、弁護団会議の方でいろいろ検討されたようですけども、まあ、そういう主張を立証していくとすると、やはり今 あの弁護団だけではどうしてもなかなかそういった、まあ、検察の実務にも関連する問題になって難しいということで、私の方に、弁護人して加わってくれないかという正式の依頼があって、うん、まあ、いろいろ。それいつ頃ですか？うん、いろいろあった。正式にそういうことを言ってこられたのが4月の下旬ですか、ね。4月、はい。まあ、いろいろ考えに考えた末、うんうん、私も今まで検事を辞めて、うん、こう弁護士登録していこう、うん、刑事弁護人っていうのは全くやってない。あ、そうなんですか。初めて。ってことになるんで、そうなんですか。刑事弁護人としてのデビュー戦になるんですね。なるほど。この事件は控訴審からではあるけども、うん、まあ、デビュー戦にふさわしい、うん、そういう事件になるんじゃないか、うんうん、私は単にその大坪氏の無罪を主張するっていうだけではなくて、まさに今まで、審理の中で現れてなかった、うんうん、この事件の全体像、真相を解明するということを、ぜひやっていきたい、うんうん、まあ、それが、おそらく最終的には、それがきちんと行えれば、私としては、まあ、極めて不当な法適用だと考えている、うんうん、大坪佐賀両氏への犯人隠罪の適用、うんうん、まあ、これを否定する結論、うん、無罪ということにもなるんではないかということを考えた。大坪氏の無罪をただ単にそこ あの、スポットだけに当てて、論じるんではなくて、大きく検察の問題、検察の構造的な問題、あり方、その中の一部 一キャラクターとして動いたために、このようなことになったであろうという、まあ、要するに大きな見立てを出して、その中で彼は犯人隠罪を犯しているわけではないという、じゃなくてですね、うん、ちょっと若干の犯人隠避罪っていうのは一体どういう犯罪なのかというですね、うん、法律に関わる話があるんですけど、うん、はい、簡単に言うとこういうことなんですね、うん、犯人隠避っていうのは一体どういう犯罪なのかというと、うん、まあ、大きく分けると2通りあるわけですよ。ほうほう。一番その基本的なパターンの犯人隠避っていうのは、うん、犯人を逃がすっていうことです。そうですね。逃走資金を与えるとか、はい、どっかに隠れ家を提供する、うん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 、そうすると逮捕が困難になる、はい、そういう逃走を要因にして逮捕を困難にする、うん、これが一番そのベーシックな基本的な犯人なんですね、うん、ただそれだけではなくて、うん、ちょっと性格の違う犯人隠避行為というのが犯人隠避罪の適用になってきた、うんうんうん、それは
刑事司法裁判妨害って言われてるんですけども、犯人の発見を困難にする、なるほど、そういうことをやられると、真犯人が分からなくなってしまって、それで検挙を摘発できなくなる。その典型が身代わり犯人としての嫉妬なんですよ。なるほど。それで自分でですね、私が犯人だと言って出て行って、で捕まって逮捕してもらってですね、処罰されれば犯人は2人いないわけですから。そうですね。それは自動的に真犯人は逃げることができる。真ん中で。これは昔から典型的な犯人とされてきたんですね。で今回その裁判所が一体どういう行為を犯人隠避と認定したのかというと、まず一つはですね、その大坪佐賀両氏は前田健二の証拠改ざん行為が故意によるものだということが分かった。だから前田健二が証拠隠滅の犯人だということが分かってた。分かってたのに捜査をしなかった。証拠隠滅罪で捜査をして前田健二を逮捕して、そして処罰をしないといけない、そういうことをやる立場であったのに、特捜部長副部長としてそれをやらなかった、不作為ですね。不作為ですね。これが一つなんです、はい、それともう一つは、単に捜査しなかったというだけじゃなくて、その上司に検事正、大阪地検の検事正自責に、行為の改ざんだと知ってながら、それを過失によって、データが書き換わったものだと、だから犯罪ではないような報告をして、それによって本来であれば、大阪地検として検事正自責にその指示指揮をして、証拠隠滅の事件について捜査をするはずだったところを捜査をさせないようにした、そしてその時あの例の何かの若手検事がこの改ざん行為についていろいろ問題にしてたわけですね。関数の動きを示した、それをその上司に嘘の報告をすることによって、もうこれちゃんと報告したんだと言って納得させて、その告発の動きも沈静化させた、これを作為による、犯人隠避と、という認定してるわけです。作為の犯人隠避と作為の犯人隠避両方、認定してるわけですね。でこれは先ほど言った2つのパターンの犯人隠避とどちらに当たるかというと、これは明らかにですね、真犯人、犯人の、特定というか検挙を妨げる、妨害する行為、身代わり犯人の嫉妬などに近い行為なんですね。しかしこれ身代わり犯人の嫉妬と大きな違いはですね、身代わり犯人の嫉妬っていうのは捜査機関とかですね、そういう検証機関とは全然違う、むしろ犯人側とかですね、一般市民の立場で、の捜査活動など妨害する行為なんですよ。ところが今回問題になってるのは捜査機関内部の問題ですよね。そうですね。その大阪地検の、捜査ですね、郵便不正事件の捜査の過程で、職務行為の中で、捜査の中で担当の検事が犯罪を犯したというような疑いが生じたときに、その件についてこの検察庁に所属する、特捜部長、副部長がどういう対応を取り、その中でどのような報告を上司にしたのかというのが、捜査機関内部のことですね。これはその外部にいる人間が捜査の作用を妨害するような行為とは全然性格が違うんですね。というのは捜査機関というのはいろんな犯罪について捜査をしていて、そして中にはそのこの事件はもうその捜査をしない方向に持っていこう、あるいは処罰をしない方向に持っていこうと、ということを判断してその方向で上司に報告する、上級長に報告するというのがあるわけですよ。でその報告の仕方がどうであったかっていうことが、確かにそれは問題にはなるでしょう、内部的な手続きとして。しかしじゃあそこで事実に反する報告をしたらですね、
それによって不起訴になってしまった、うん、あるいは捜査に着手しないことになったというのが、うんうん、犯人ピザになるからですか、うん、これはならないんですよ、うん、だって起訴猶予にする、うん、不起訴にするっていう権限を検察官持ってるわけですから、うんうんうん、その不起訴にすることに関して、うんうん、そのそれを根拠付ける報告を普通しますよね、うんうんうん、その中にそれがいいことかどうかは別として、もし検察官が、うん、これはやっぱり結論として不起訴にすべきだということで、うん、いろんな事実がある中で、はい、被疑者に有利な事実を強調して報告した、うんうんうん、で不利な事実はあまり報告しなかったということがあったとして、うんうん、まあこういうのはよくあるんですよ、まあ、あるんですか。それがですね、その結果不起訴になったら、うんうん、それじゃ犯人隠避だと、うん、じゃあまあ、所轄を免れさせたと、しょっちゅう検事は犯人隠避やってることになってしまうということ、なるほど。ですからそういう意味ではこういう捜査機関の内での報告が犯人隠避になるというのは、うんうんうん、一般的にはそういうことは普通はないんで、うんうんうん、一般的なやり方から逸脱した、うん、本当にその特殊な特別な行為だったと、うんうんうん、いうことが言えなければ、うんうん、犯人隠避の適用というのはできないはずなんです、うん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 、なるほど。そういう意味で、うん、この事件が本当に大坪氏探しのやったことが犯人隠避になるかどうかということに関しては、うん、単に故意の改ざんだと知ってたか知ってなかったかというところだけに焦点を当てて、うんうん、それで、そこを認定すれば足りるということではなくて、なるほど、うん、むしろそれじゃ検察庁における、うん、その内部者の犯罪みたいなもの、うんうんうん、問題になった時に、うんうん、じゃあ検察庁ってのは一体どういう手続きで何をやってるんだと、うんうん、一般的には、うんうんうん、そうですね、そういうような今までの取り扱いと、ええ、今回の大坪探しの報道とは一体どういう関係になってるのか、うんうんうん、どこがどう逸脱してるのかということを明らかにしていかなければ、うんうんうん、この事件が犯人ピザに該当するのかってことは到底結論が出ないはずなんですよ。なるほど。そしてもう一つ重要なことはですね、はい、それじゃあ本当に、うん、故意の改ざんだということ、うん、まあ、これ認識してたかどうか分かりませんが、うん、はい、ある程度の認識があったとして、うん、じゃあ検事正に対して故意の改ざんの可能性もありますと、うん、いうような報告をしたとして、うん、それじゃあ検事正はどうしてたのか、うんうん、村木さんの後半は続いてるんですよ、うんうん、でそれが明らかになったら直ちにそれじゃあ前田検事を、うん、処罰すると逮捕すると、うん、あるいは検挙するということになってただろうか、うんうん、あ、今までのそういう検事の職務中の犯罪に対して検察がどう対応してきたのかということを見れば、うんうん、大体想像はつくんじゃないかと。なるほど。私が今まで知ってる限りでは、まうん、そんなあの今回のように、うんうん、それが判明した途端に即日いきなり逮捕すると、うんうん、あんなやり方をしたことは一回もないです、うんうんうん、そう考えると、うん、今回のケースっていうのは、うん、今までの検察のあり方、うん、検察の身内の犯罪に対する対処からすると、うん、ちょっとむしろやり方が逸脱した、うん、なるほど。でとなると逆にこれまでの検察の扱い、うん、取り扱いを前提にすると、うん、大坪氏探しの行為の方が逸脱していると言えるのか、うんうん、まあ、確かにその報告のあり方にね、うん、問題があった、うん、事実を正しく伝えなかった、うんうん、それによって結果的にねそういう犯人隠避行為の検挙が遅れたということに関して、うんうん、内部的なね、うん、責任は問われるかもしれません、うんうん、内部の報告のあり方として問題にはされるかもしれない、うんうん、しかしそれが犯罪に当たるというんであれば、うんうん、今までの一般的なあり方との比較、うん、逸脱性ということを問題にせざるを得ないはずなんですよ。ところがそういったことは何一つ一審で立証されてない、なるほど、立証もされてない。ここでね、まあ郷原ファンの人たち皆さんが多分、疑問に思っていることを、お聞きしたいんですけどね、郷原さんは、まあ、検察のあり方を今までこれまで問題にしてきた、検察という組織にはこういう構造的な問題があるよということを、さまざまな事件それから、物事の折々に触れてですね指摘されてきて、むしろ検察というのは組織を一新して、改革を行わなければいけないとおっしゃってきた。
そういう、まあ、言うならば検察に厳しい立場を取ってきたんですね。で今回のこの大坪さんに対する起訴というのは、最高検がですね、検察官に対して、つまり身内の犯罪に対して甘いと言われてきたから厳しい態度を取ったケースなのではないかと思われる。そうするとそういう厳しいケースに対して、そうだ、そういう厳しい態度で臨むべきなんだと、この賛成するのではないかなと思ってたら違うんだと、ね、ここは どういうことなのか。決して私は大阪地検の大坪氏、うん、当時の特捜部長の大坪氏たちのやった捜査が正しかったとは全く思わないし、うん、今まで厳しく批判してきたと思います。うんうん、それは大坪氏たちだけではなくて、うん、特捜部長以下だけではなくて、うん、もっと組織全体の構造的な問題なんですよ。うん、で検察がやったように、うん、この事件で、うん、大坪氏以下の刑事責任を、うん、個人的な刑事責任を追及するということは、うん、確かにその部分に関しては厳しい処分です。うんうんうん、しかし逆に、うん、検察組織全体の問題を見過ごすことが、覆い隠すことが、だから検察の本当の問題は全然改まってないんですよ。だからその後も問題がもう発生し続けてるじゃないですか。陸段階の問題に対しても、はい、検察の対応は実に生ぬるい、うん、結局根本的な問題を解決しようとしてないから、うん、いつもその場しのぎでね、うん、対応しようとしてる。だからあの大阪地検不祥事の時にはあまりに世の中の批判反発が大きかったから、さすがに前田検事だけではすまない、うんうん、ちょっと上のところの国まで差し出さないといけないっていう判断に差し出になったかもしれない。うんうん、でもそれじゃ大坪特捜部が特殊なんだというようなことで終わらせてしまったんだよ。うんうんうん、今までの特捜検察の問題全体の構想っていうのは明らかにならないし、それを正すことにはならない。なるほど。そしてですね、立証、この事件の立証を、うん、そのまさにその証拠改ざんの、うん、が故意に行われたという認識があったかどうかというところに限定してしまった、うんうんうん、まさにそういうですね、うん、検察の組織全体の在り方から、うんうん、立証をですね、うん、他のところに外してしまう、うんうん、そういったことを立証しないようにして、うんうんうん、事件を細かいところで押しとどめてしまおうと思うからそういう方向に行ってしまうんです。ですから本来、うん、この事件を犯人隠避ということで、うん、刑事事件にしようとするのであれば、うん、逆にこれまで検察は身内の犯罪に対してどういう対応をしてきたんだ、うん、そしてこの、うんまさに証拠改ざんの問題、うん、その前提としての郵便不正事件の対応について、うん、組織としてどういう決定をしてきたんだ、うん、検事はどうだった、検事はどうだった、うん、最高検はどう関わった、うんということ全体を立証していくことの中で、うんうんうん、果たしてその大坪氏、佐賀氏のところだけが悪いのか、うんうん、ということを明らかにしていく。ということは、これは大阪特捜部という組織のですね、問題ではない。それよりももっと上級の、つまりは最高権の、責任といいますかね、この指揮。最終的にはですね。というところを、この弁護をするんだけど、大坪さんの弁護をするんだけど、弁護のするプロセスでですね、最高検の責任を追及していくという、はい、弁護士なのか検事なのかよくわからないようなちょっとアグレッシブな弁護をする感じなんですが、攻撃的弁護と言っても言うのか、そんな感じになりそうなんですか。いやだから、はい、私はそのこの事件で弁護人を引き受けるということは、はい、ちょっと今までの、うん、弁護人の立場とはやや違ったものになる、うんうんうん、そしてある意味では大坪氏に対しても私は厳しくね、うんうん、今まで明らかにしてないことも積極的に明らかにする姿勢を持たないと、うん、それは本当に自分に対して降りかかってきた犯人っていう彼に言われすれば歴史だと、うん、不当なね、うん、言いがかりだと彼が言ってるわけです、うん、なるほど。それを明らかにするんであれば、うんうん、自分がどうし特捜部長としてどう対応してきたのか、その時後見はどうだったのか、うん、最高見はどうだったのかということを洗いざらいきちんと明らかにしてもらわないと、そうしないと自分自身も救われないよ、その覚悟がありますかということを私は最後の最後彼に問い出したんですよ。お会いして直接そうです、そういう話し合いを持ったんですね。
で、まあ、昨日あの朝日放送の夕方の番組のキャストで、うんうん、私がそういう弁護人、の就任への、うん、依頼を受けてる、うん、でそれに対して、うんまあ、こういう考え方で前向きに考えて、うんまあ、弁護人になる可能性が高いというところまでは話しました、うん、でもまだ決めてない、うん、それはなぜかって言ったら最終的に大坪氏が私が言ってるこういう方針に対してしっかりそれを受け止めて、うんうん自分自身も自分の反省すべき点も含めてしっかり事実を明らかにしていくんだという覚悟を決めてくれるだろう。それは昨日番組の後に、昨日なんですか、最終的に彼にこう確認してその上で私は弁護人に本当に就任するかどうかを決断しようと思ってたので、ですから昨日の夕方の段階ではまだ決定ではなかった。あ、そうですか。その後本当に最終的に本人の意思を確認して、そして本人としても明日、もし記者会見をやるという、弁護人選任権を出してもらった記者会見をやるというのであれば、私もちゃんとコメントを出しますということで、そのコメントの内容を大坪氏の方から見せてもらった、でこれなら私は大坪氏がちゃんと覚悟を決めてくれたなと思ったんで、それで弁護人を最終的に受諾したということです。あ、そうなんですか。そのコメントコメントはアップロードしてありますか、上がってますか。今あの皆さんご覧になっている方々、あの、大坪さんのそのコメントの全文というものをですね、皆さんが見れるようにですね、その URL をアップロードしております。はい、で、この今、このユーストリームでの中継をご覧になっている皆さん、その隣でライブチャット出ておりますけれども、そこでのツイートでですね、スタッフアカウントで、その大坪氏のコメントをですね、見れるようにはしてあるはずです。流れてません。はい、ちょっと確認しますが、ごめんなさい。はい、その内容もちょっとじゃあ、あのこの後じゃあ後で、はい、あのご紹介します。でちょっとですねお聞きしたいんですけれども、大坪さんがこれは確か週刊誌だったと思いますが、週刊誌のインタビューに答えてますね。でその中で、まあ、初めて犯人の気持ちが分かったと、こういう、まあ、拘置所に留め置かれて、大変辛い思いをしたというような話があった中でですね、これ非常に厳しい取り調べがあって、で検事のですね、まあ、思い通りの供述をしない段階で、もしそうであるならば奥さんも、まあ、やるよと、取り調べをやるよというようなことを脅されたんですね。その時に非常に激怒して、もし女房に指一本でも 手出したら、俺は検察の知っていることを洗いざらい秘密を暴露して、そして検察をガタガタにしてやるからなと、この大変激しい啖呵を切ったということをですね、週刊誌の中でおっしゃってるんです。まあ、言い換えるとそれは今は明らかになってないんで、それはまあそういう大坪さんの大変迫力に気をされたのか、検察もそこまでね、強引な捜査はやらない方がいいのかと思ったのか、行われてないんだろうと思うんですけど、ただそこの文言に込められているえ何か今まで語ってないいろんな検察のですね、問題点を大坪さんはご存知で、事と次第によってはそれを明らかにしてやるという思いが終わりなんだというのが活字になっているわけですね。これはあの大変気になることで、で今回の郷原さんが引き受けられた、弁護人を引き受けられた、そして、今まで明らかになってないことをいろいろ明らかにしていかなければいけないというふうに今おっしゃったのを聞いて、そこの一節をすごいものすごくこう思い出したんですけれど、そういう点も含めてですね、お話し合いになったんでしょうか。いや、私が言ってる明らかにすべきことというのは、その今件の事件に関することですね。はい、郵便不正事件から、まあ、証拠の改ざん事件、いろんな経過の中で、大坪氏自身がじゃあ一体どういう対応をしてきたのか、どこにどういう問題があったのかっていうことを本当にそのこと自体にちゃんと向き合って、全てを明らかにしてきたのかっていったら、少なくとも今回の
裁判の中では、うんうん、ほとんどそういう故意の改ざんと知ってたか知ってなかったかというところばっかりが問題になってるわけだから、そういう事件全体について、うん、きちんと自分の対応を明らかにしていくっていう場がなかったと思うんですよ、うん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 、でそれに関してそれじゃあ最高検との間でどういうことがあったのか、うんうん、高検との間でどういうことがあったのか、うんうんうん、そういったことをきちんと明らかにしていくことを通じて、うんうん、この本当に犯人隠避に当たるのかということについてもですね、うん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 、しっかりとした反証ができていくんじゃないかというところ、うんうんうん、その範囲で今私は言っているものです。さすがにその範囲を超えて何でも明らかにしてしまうということではないと、はい、ちょっといいですか。はい、すいません、ちょっとごめんなさい、今機材の関係で若干の中断があって大変申し訳ありませんでした。今この若干の中断のある前に話題になっていた大坪さんのそのコメント、今日の記者会見に発表したというコメント、これ既存のメディアがですね、まあ夕刊なんかですけれども、ほんの一部しか引用してないということで、全部がほとんど引用されてません。で URL を分かりやすい形で明らかにしておりますが、ここで私読み上げます。この度郷原弁護士が控訴審において弁護人に就任してくださったことを誠に心強く感じております。とりわけ郷原弁護士はかねてより著者等で私どもの今回の案件につき犯人隠避罪は成立しえないとの観点から自説を展開しておられ、これを契機に郷原弁護士の鋭い論理力と分析力によって現判決における法令適用の誤りを正していただけることを強く期待するものです。この点に関して郷原弁護士より控訴審において無罪判決を勝ち取るためには、郵便不正事件を発端とする本件の事案全体についての真相解明が不可欠であり、そのためにはその過程で特捜部長として私がどういう行動を取り、それに対して検察組織が何を行い、どのような対応を取ったのか等の事実関係全般を明らかにすることを求められました。それに対して私としてもそれは望むところであり、私自身が反省すべき点も含めて積極的に事実を明らかにしていく旨お答えし、今回の弁護人就任の運びとなったものですと。ということです。講談ですね。はい、特にこの講談の、はい、事案全体の真相究明は不可欠でありと、どういう対応行動を取り、検察組織は何を行い、どのような対応を取ったのか、事実関係を明らかにすることを求められ、それに対して私も望むところであり、積極的に事実を明らかにしていくと、こういうふうにコメントを出されてたんですが、これ皆さん本当に大事なところです。ちょっと画面で映してください。これ、こういうコメントです。そんなに長いもんじゃありません。これはまあ新聞テレビ等もね、きちんと引用してですね、報ずべき内容ではないかなと思います。これは力強いコメントですね。そうですね、やはり大坪氏も、はい、今回一審で有罪判決を受けて、うん、やっぱり相当考えたようです。一審までは、
まあ、言ってみれば自分としてはそういう犯人隠避などという、うんうん、罪名を着せられる覚えはない、うんうん、なんでこんな目に遭ってるんだという思いがあって、うんうん、そんなにあの深刻な事態っていうことをですね、うんうん、後半の場で、ひょっとしたら思ってなかったのかもしれない。絶対そのもう一審で必ず無罪になるものだと思ってたのかもしれないですね、うんうん、そのあの認識がない故意の改ざんとは認識してなかったっていうことの主張が通ると思ってたのかもしれないです。しかし私が彼に言ったのはやはり今回の問題っていうのはそんなあのそこで故意の改ざんと認識してたかしてなかったかっていう問題ではなくて、まさに特捜部長としての対応そのものがこの事件の中で問われてるわけだから、そこにも目を向けて自分はここだけは間違いなくこれは自分は絶対に間違ってなかったと言えるとか、しかしここは本当にあの自分としては反省すべき点だということをしっかりですね整理して言っていかなければいけない。彼はまだ全然そういうようなことを言う機会もないまま最高検によって逮捕されいきなり罪人とされることによって今のような状況になっているわけです。ですからそれはあの彼の立場からまだまだ言うべきことがたくさんあるはずで、それはぜひ控訴審の場でね言ってもらえるようなそういう状況を作りたいと思いますね。なるほど。郵便不正事件というのは、まあ、機内の冤罪事件であったわけですけれども、この事件がですねどのようにしてスタートし、なぜ冤罪事件になってしまったのかという今までのこれまでの社会の理解といいますかね、はい、あるいは検察や法廷で明らかになって、まあ、通説としてまあ通るようになった説明というもの、はい、そういう事件像が書き換えられるとか、はい、認識が変わるということはあり得るんですか？あり得ると思いますよ。あり得る、まあ、もちろん私もまだ、うん、あの大坪氏から詳しい話を聞いているわけでも何でもありませんけども、うんうん、そこはぜひ、弁護人の立場で彼から詳しく話を聞き、うん、そしてそれを控訴審の審理に生かせるものは生かしていきたいですね。なるほど。これは非常にそのそういう意味では郷原さんは変わったわけではないと、つまり検察の在り方というものを刷新されなければならない、大きねこの在り方というものは改革されなければいけないと言っていた流れの中にこの裁判もこの弁護人を引き受けるということもまあ、矛盾なく位置づけられると、そういうふうにお考えだということですね。そうです。私の考えていることは全く変わりません、うん、ブレていない、はい、おなるほど。でもう一つ重要なことはですね、これは、うん、西の特捜部、うん、大阪地検特捜部が一連の検察不祥事の中でどういう扱いを受け、うん、特捜部長がどのように扱われたかということと、うんうん、ほぼ同じ時期に発生していた陸山会事件、うんうんはいにおける東京地検特捜部がやってたこと、はい、この2つを関連づけて、うん、きちんと検察として統一した対応をしないといけない、うん、一貫した対応をしないといけない、うん、というところにもつながってくるわけですよ、うん、先ほどから私が言ってるですね、うん、今回の問題についての大坪氏郵便不正事件とか証拠改ざん事件についての特捜部長としての大坪氏の対応を問題にするんであれば、それと同じようなことは東京地検特捜部に対しても向けられなければいけない。そしてまさに今虚偽公文書作成事件、捜査虚偽の捜査報告書の問題、まあ言ってみれば検察審査会騙しの問題ですね、そういう重大な問題が東京地検特捜部に関してもこうやって生じているわけです。それを合わせてきちんと検察として行うべきことが行えたのかということは両方均等に問題していかないといけない。これ法の下の平等という観点から言っても、ね、検察の一貫性統一性の問題ですよ。そういう意味で今回大阪地検のこの犯人隠避事件についての控訴審の後半というのは、検察がこの東京地検の問題に対してどう対処するのかと、いうことに相当大きな影響を受けるはずですし、その辺は当然関連する問題としてですね、うんうんうん、合わせて立証していく必要があると思いますね。陸山会事件の問題も関わってくる、はい、そうです。この今お話に出ましたが田代検事ですね、はい、これはあの前田検事のフロッピーの証拠偽造とはまた種類が違うかもしれないけれども、
郷原さんは以前それよりも悪質じゃないかむしろとおっしゃった、その捜査報告書の捏造と、しかもこの捏造した捜査報告書をですね、引用してまた誤った捜査報告書をその上司が作っていた、まあ、木村さんだとか斉藤さんだとか佐久間さんだとかそういった人たちがこれもその捜査報告書の内容も理解をしていたというようなことを含めたこの問題に対してまだ検察はですね、市民団体からの告発があるのに起訴は行っていません。それどころかなんか不起訴の見通しってなんかそこら中新聞に出てるじゃないですか。そういう情報だけがリークされてるわけですね。またでこれは朝日新聞なんかなんか今日の紙面ではついにあの個人名がなくなっちゃったそうですね。そうですか。田代健二という名前もなくなっちゃったそうですよ。はに扱いしもう不起訴ということを容認しちゃったんじゃないですか。はい、もうそういうような信じられないようなことが起きてる。これは全くとんでもない話で、前から言ってるようにフロッピーディスクの改ざんは確かにその証拠物の改ざんって言ったら確かに非常に重大な問題ですよ。そしてその言葉自体からもおどろおどろしい話ですよ。しかし少なくとも検察がこの証拠改ざん事件について前田健二の公判で明らかにしたような動機だったとするとですね、これ前田健二なんて言ってるかって言ったら、いや証拠は改ざんしたけども、でもだからといってその村木さんが有罪にできるというそういう確信は変わらなかったって言ってるわけですよ。その改ざんしたフロッピーがどうであれ村木さんの有罪は立証できると思ってたと、ただ、まあ、揉めさせないように公判が紛糾しないようにするために証拠をちょっとその、いじっただけだと、もう極めて動機としてはですね大した動機じゃないんですよ。もしその程度のことなんであれば、しかも結果的にですねこのフロッピーの改ざんというのは裁判には何も影響を与えてないんですよ。正しいデータが裁判に出てますから、本当にそのそうです、ね、刑事的に客観的な証拠物の改ざんだということでものすごく重大に扱われたけども、影響っていう面じゃ本当に大したことなかったって話なんです。それに比べるとこの虚偽の捜査報告書の作成の問題っていうのはそれも含めてですね、それをしかも引用した例の、田代報告書を引用した斉藤報告書、ここにはアンダーラインが引いてあって、もう小沢氏の共謀のところがものすごく強調されていて、しかもその調書の内容だけじゃなくて捜査報告書のところも全く同列にですね記載されていて、そこにもアンダーラインが引っ張ってある。でほとんどその通りの内容で議決書が作られている。まさにそういうような検察官の不正行為犯罪が検診の議決につながり、そして検察が、起訴に2回不起訴にしてるのに起訴議決につながり、そして小沢さんは裁判にかけられる。で一審で無罪判決を受けたのにさらに今度は控訴までされて、その間日本の政治は重大な影響を受けたわけですよ。これ比較をしたらですね、これは到底ですねその大阪事件の問題について特捜部長副部長これだけですね厳しく処罰をしておいて、一方でこの東京地検の事件をろくに調べる前からですね女不起訴の見通し処分で済ませる、そんなことで済ませられるわけないじゃないですか。そんなこと言ったら犯人隠避って言われちゃいますよ、大阪地検あの大阪地裁のね判決の考え方からすると。そうですよ、犯人隠避そのものですよね。そうですよ、これをまた見過ごしていいのかって話になっちゃいますよ。こんなこと自体を起訴しないという現在の最高検も犯人隠避なんじゃないですか、まあ、とにかくいろんな問題が生じてきちゃうわけです、ね、ですからそれは私はもう外から随分言いました、岩上さんのインタビューに対しても。でもインタビューで言ってるだけではダメなんですよ。私はあえて一応当事者としてその刑事公判の中からそれじゃあこの大阪の事件このままでいいのか、それじゃあ東京の事件をろくにねやらなくてこれだけで収められるのかと、収められるんだったら収めてみなさいとということを強くね法廷の場で主張したい。だから
まさに事案の真相を解明したい、うん、全体的な真相を解明することによって検察を本当にあるべき姿に、検察のあり方を正すことにもつながるんじゃないかと思ってるんですね。あの確認しておきたいんですけど、郷原さんはその村木事件、この郵便不正事件と、はい、それから陸山会事件等々の小沢氏が絡む事件、はい、これは全く別個の独立した事件で、独立して進められてきたものだとお考えなのか、ただそれに対する最高検の対応がね、東京大阪にまたがり不平等なもので公正ではないんではないかということを問題にするのか、それともこの両事件に似たような性質、非常に政治的な、まあ、政治性を帯びたところや歪められた運ばれ方があって、両事件に共通した問題点がある、あるいはこの両事件はもっと言えば一つ大きな関連性があるんじゃないかと、こういうふうに見立てられたのはどっちなんですか。大阪の事件の政治性のことはまだ分かりません、うん、その政治的な背景があるのかないのか、いやもしそういう背景があるんだとするとですね、政治的な意図みたいなものがあるんだとすれば、それは東京の事件とも何か共通性があるっていうことになってきますよね、まあ、当初からの政治的目的があったかどうかともかくとして、途中の段階からは少なくとも陸山会事件そのものに関しては、現場レベルにおいては小沢氏を検挙するということに関して相当な政治的な目的があったんじゃないかというふうに疑われますよね。そういった観点から、この大阪の事件もそういうような性質があるのかないのかということは、それは事案の真相解明の中で考えてみなくちゃいけないことだし、まあ、それはぜひこの事件がどうだったのかということについては、まあ、大坪氏がコメントしている真相を明らかにするためには、自分としても積極的に対応したいということで、ぜひ臨みたいところですね。石井はじめさんを、まあ、狙うというそもそもの目的あり、ところがそれがうまくいかないので、しかし着手してしまった事件なのでこのような形で進んできたというふうな見立てをする人もいます。この点について、まあ、その政治性を明らかにすること自体が問題なんじゃなくて、その時にどういう考え方でどういう目的で捜査をしてたかということが、その例えば最高検との間の関係とかね、じゃあそういう捜査状況であれば、この証拠改ざんについての報告はどういう意味を持ったのかとか、そういったことで今回の事件にも関連してくるわけですよ。その今回の犯人隠避という事件を離れてね、なんかその郵便不正事件の、政治的な背景目的を明らかにするということではなくて、そういった事案の犯人隠避というふうに言われていることに関連する事件の中身を明らかにしていくことが、ひいてはもともと郵便不正事件とは何だったのか、どういう事件だったのかということを明らかにすることにつながっていくんじゃないかということですね。それはまあこれからの裁判のね、過程の中で明らかにしていくことなんで、はい、まあ、今全部聞こうとしてもそれ先走りすぎだとは思いますけれども、はいはい、ただちょっと話題を変えてですね、はい、昨日のちょっと控訴の話にね、ちょっとコメントいただきたいなと思うんです、はい、おそらく控訴はないだろうということを、はい、このちょっと前のインタビューで、はい、郷原さん断言されてました、はい、無罪はまあ間違いないと思ってた自分の思う通りだったと、そして控訴もまあありえないと、普通考えたらありえないと断言されていたんですが、普通考えたらありえないという通りになってしまいました。つまりちょっと考えられない判断がして弁護士下されたわけですけど、この参加でいろいろと温度差はあったようです。大室さんは積極的な気持ちがもともと終わりだったようですし、山本さんという方は最後の最後当日まで悩んだということなんですが、この記者会見も含めてですね、なぜ控訴する必要があったかという彼ら の, その根拠理由も含めてですね、この控訴の判断を聞いてどう思われたか、ちょっとお考え聞かせていただきたいんですけど、なんか郷原が言ってることはいつも外れるとというふうに言われてるんで、いや、いや、私はその時点その時点での本来正しい判断、正しいその対応が取られれば当然こうなるはずだということをずっと言ってきたつもりなんですけども、特に検察審査会の判断とか、こういうですね、この指定弁護士の対応とか、
ということに関しては外れますね。外れますね。それは私の常識では考えられないことが起きてるっていうことですよね。うん、私はまあ一言で言うと、この指定弁護士っていうのは自分たちがどういう立場なのかっていうことをちゃんとわきまえて判断されたのかなっていうことを思いますね。あの方々は弁護士なんですけども、弁護士としての仕事ではなくて検察官役の弁護人、弁護士なんですよ。まさに検察官としての立場で仕事をしているんです。ところが今回のあの控訴の判断はどうも検察官という立場じゃなくて、チャレンジャーとしての弁護人のような感覚でやったとしか思えないですね。それは弁護人が控訴するというのと検察官が控訴するのと違うんですよ。それは弁護人というのはその被告人にとにかく最後の最後までやっぱり分かり間違っても冤罪運ではならないということでチャンスを与えるということで三審制が予定されているわけですから、ですから一審で有罪判決を受けても弁護人は本人が納得いかないって言うんだったら控訴するのは当たり前だし、そういう感覚でおそらく控訴というのを弁護人は考えるんだと思うんですよ、可能性があるかどうか。しかし検察官は逆ですから、アメリカなんかそもそも検察官控訴認められてないですからね。検察官は一回負けたらおしまいなんですよ、アメリカではもう無罪になったら。ですから、まあ、これ最近最高裁の、判断もそうなんですけども、一審無罪の場合の検察官控訴っていうのはよほどやはり一審の判決が不合理だと言えるような場合でないと控訴審はひっくり返らない、ひっくり返すべきじゃないというふうに言われてますし、それを前提に考えたときに被告人という立場は非常に大きな負担を、ね、負わせているわけです。被疑者被告人というのはそういう被告人に対してもともと推定無罪の原則が働いている上にさらに無罪判決まで出ているのになお控訴審で被告人の立場に立たせるんだとしたらよほどの、確証自信がある場合ではないと控訴すべきじゃない。これは検察官的な立場からすると当たり前のことで、私も検察の現場で仕事をしているときに検事控訴を何回もやりました。控訴収支も随分書きました。それは大変なんですよ。それは公検に行って、控訴をさせてくださいということをいろんな資料を作って持って行って、こういうことだから原判決はこういう問題がある、こういう証拠によって必ず覆せますと言ってきちんと、説得できなければ検事控訴は許されないんですよ。そういう意味で検察が組織として控訴をするときには相当やっぱりこう重いそのプロセス手続きというのが予定されてるんですね。それと比べると指定弁護士の人たち3人が行ってどういう話をされたのか分からないけども、記者会見の絵見てると真ん中にいる人はもうやったらとにかく何が何でも控訴しないと収まらないと、かなりもうなんかこう冷静さを欠いてるような感じが私はしましたよね。もうなんか決めてかかってるような感じがしましたよね。で結局残りの2人はその真ん中にいる人に引きずられたんじゃないかっていう感じがしますね。で結局なぜそれじゃあ原判決が覆せると思うのかということに関してなんか説得力のある根拠みたいな一言も出てこなかったですね。それはもちろん控訴審での主張立証の中身の問題だからそこでは触れないということなのかもしれないけども、まあ私が今日その、大坪氏のね事件については、新判決にこういう問題があると考えていると、だからその弁護人を引き受けようと思ったんだということは、これは当然そのもう一審判決ってまた出てるわけですから問題だということは世の中に分かってもらう必要があると思いますし、少なくとも指定弁護士の人たちも自信持って控訴できるっていうんであればどこがどうおかしいのかっていうことぐらい少しぐらい喋ってもいいと思うんですよ。そうですね、何一つ出てこなかったですね。理由は全然これから、収支もこれから書くんだ、まあそういうもんでしょうけれども、 それにしてもいやそんな、いや検察官の控訴の時は決してそういうことじゃないですよ。少なくともその段階では、まあ、明らかにはしないですよ。それは
もうしっかりとした論拠で原判決が覆せるという自信を持ってなきゃいけないはずなんですよ。私にはあれを見てですね、あの記者会見見て持ってるとは思えなかったですね、その自信を。でそれもそのはずで、もうこの間もお話したように、一審判決、東京地裁の一審判決の中身は全くまともに報道されてないし、あたかもなんかこうほとんど有罪で、球界の裏土壇場でひっくり返って無罪になったみたいな報道してますけど、全然違うんですよ。これは本当にやっぱり決定的なところで無罪になってるんですよ。そして一審判決の認定は、今回の大前判決、大前判決の認定は、石川さんたちの砥石判決の認定とは違うんですよ。砥石判決はもう水谷建設からの裏金を認定しちゃって、それが動機だというふうなことまで認定しちゃってるもんですから、もう石川さんたちの行為を裏金を隠すための虚偽記入だという真っ黒黒の認定をしちゃってるわけです。しかし今回の大前判決は全然違いますよ。そういう偽装隠蔽だという指定弁護士の主張は認められないって言ってるんですよ。で結局その場しのぎのいい加減な処理が結果的に虚偽記入になっちゃったという認定なんですよ。だその程度のものしか認定してないわけで、有罪に限りなく近いだとか黒に近い腕だとかって、もう捉え方自体が違うんですよ。ところが世の中がそういう雰囲気でいかにも有罪に近い有罪に近いっていうふうにマスコミが煽ってるから、なんとなくその指定弁護士の方もそこまで言われてるのに、球界の裏土壇場まで勝ってたじゃないかと、最後にひっくり返されて、それだったら何とかして延長戦に持ち込めということになるじゃないですか。やっぱりなんかそういうことで全体がおかしくなっちゃったんじゃないかっていう感じがしますね。昨日山下幸男弁護士にもお話を伺ったんです、はい、この件。そうしますと、弁護士のこの判断もね、それからまあ裁判官もそうでしょうけれども、かなりの程度世論の影響を受けるんだと、ね、第2と、ね、でその世論というのはじゃあ何かというと、実のところ世論とは本当の意味での国民一人一人のことを指しているのではなくて、メディアのことなんです。そうです。新聞やテレビなの、それがどのように書き、どのように報道するか、どのようにいわば世論を操作しようとしているかという、その姿勢を見て、それでやはりそこにおもねるようなことが、泣きにしもあらずというのが残念だけど現状あるんだという話があったんですね。今おっしゃったのはまさに今回のこの無罪判決から一連の流れ、日々の報道のあり方がいかにもこの控訴を進めていくといいますかね、控訴しろと言わんばかり、露骨なのも相当ありましたから ね、そういうものが横並びでほとんど9割以上を占めるような状態で、しかもその昨日 その、控訴の決定を、ね、報じる新聞テレビの報道も未だに間違えてますよね。未だに違法性の認識って書いてますよね。どうなってんのかと思いますよね。あの大前判決の判決書き、判決用紙には違法性の認識なんて言葉は一言もないですよ。その虚偽記入は秘書のレベルの虚偽記入は認めた、そして小沢さんにその報告了承したことも認めた、だからそれでほとんど真っ黒だ、ところが違法性の認識がないと言って無罪にした。違うんですよ。まず秘書のレベルでの虚偽記入は認めました。しかしそれはさっき言ったようにその場しのぎですよ。本当にずさんさから来たものですよ。そして報告了承は何を報告了承したことを認めたかといえば、どういう収支報告書を出しますということ、要するに収支報告書にどういう記載をしますということは認めたんです。報告了承があったと、だそこまでは小沢さんは認識していたはずだ、中身ですね、少々。しかしもう一つ重要なことは、それが虚偽だと認識してなければ、虚偽だと認識してなければ虚偽記入の犯罪にならないじゃないですか。どういう報告書を出すかということまでは分かってても、その本当はこれを書かないといけない、こう書かないといけないということが分かってなければ、これは正しい報告書だというふうに思ってるかもしれない。ところがこの嘘、こう書いたら嘘なんだという
認識を持ってない可能性がある。だから罪を犯す意思、範囲がないんだと。こういう非常に単純な話なんですよ。それをなんでさっき言ったのにですね、報告了承は認めた、違法性の認識が認められないっていう、全く判決に書いてない表現にするのか、これは私ちょっと理解できないですね。違法性の認識の問題っていうのは、これはちょっとあの刑法の理論上の問題になりますけども、これはあの無罪の理由になりません、基本的に。だってそうじゃないですか、一般的にですね、犯罪に当たるか当たらないかっていうのは、これはいやそんなことをやっても犯罪にならないと思ってたという弁解をしてもダメでしょ、ダメですね、普通ルールね。いや泥棒したって、いや許されると思ってたんです、泥棒が犯罪になると思いませんでしたって言ったってダメでしょ、それなんですよ。だから違法性の認識を欠いてたって、その基礎となってる物を盗むっていう行為をやってる以上は、これは犯罪の成立は阻却しないし、無罪の理由にはならない。だからマスコミがしきりに言ってる違法性の認識をがなかった可能性があるから無罪したって、違うんですよ。判決を誤って伝えてるんです、うんうん、そういう誤った伝え方とか誤った認識が世の中に充満してしまって、それのことも虚偽記載をこんだけ問題にするんだったら、これだって虚偽報道じゃないですか。そうです。つまり虚偽報道の違法性が彼らにあるのかないのか知りませんけれども、違法の認識がないのかもしれないですね。そうなったらね、本当に下手をすると禁止三者扱いですよ。本当に主体性があってね、ないかもしれない。うん、まあ、この間だから私記者レクをやった時に、そういうあの違法の認識って書いてあった報じてた人も来てましたから、あの記者レクにそこをしっかり説明してやりましたから、納得してたと思いますけどね、あの某放送局の人でしたけど、納得はしたんだけれども、なんかどこかででも変えられないんですよ。もう一旦そういう方向にみんなが走り始めてるから、これ恐ろしい状況ですよね。本当に恐ろしいです。検察質疑案をとうとうとして、検察についてもうなんか本当太平洋戦争の末期です ね、台湾沖航空戦ですよ。知ってますもの、昔行ったんだけど、とうとうまた台湾沖航空戦が出てきた。知ってますよね、台湾沖航空戦。もうあの終戦のね数ヶ月前ですよ。日本海軍がね、残りのもうほとんど残り少なくなった兵力を使って、アメリカ海軍に一矢を報ようとして大作戦を展開したわけですよ。で、それがもう大本営発表によると大戦果を生じてですね、空母16隻撃沈ですよ。もうアメリカその時空母の数は16隻なかったらしいんですけども、ものすごい大戦果を公表して、それでもう東京の街ではみんなもう狂気乱舞したらしいですよ。これで大逆転だと。ところがほとんどもう何の戦果も上げなくて壊滅状態だった。これはその報道の誤りがなぜ生じてしまったのかって、いろいろ NHK でもあの NHK スペシャルでね、検証番組なんかやってましたけども、一度そういう方向に動き出してしまうと、それが報道が是正できないという、報道の歪みを生じてしまう典型的な例で、世の中の雰囲気っていうものが誤った報道を招いてしまうという例だと思うんですね。まあ事柄の性質は台湾沖航空戦と違うけども、なんか結局やってることのねレベルは同じようなことのような気がしますよね。まあ、大本営発表をそのまま真に受けて、そのまま書き流す、まあ、それは検察がリークしたものをそのまま出していくと、それとは違うんですけどね、なんか一定の雰囲気のもとで動き出すと、それが止められなくなってしまうっていう報道の恐ろしさですね、それを感じますね。引き返すっていうことが できるはずなんですけれどもね、残念ですね。新しい事実が出たんだったらば、その事実に基づいて自分たちの見立てが変わっていってしかるべきだと、それはもう当然だと思うんですけど、しかしでも、ね、ただ今回は最終的にはね、それを受けての、まあ、放送資格者3人の弁護士さんたちの判断じゃないですか、やっぱりこの3人でやってることの意味がね、まあ、1人の人がいけいけどんどんであったとしても、なんとか冷静で客観的な判断をしてほしかったですね、そういうマスコミの雰囲気のもとでも。先ほど
検事はの控訴の仕方と、それから弁護人が控訴するのは違うんだと。やっぱり弁護人というのはでも依頼人がいて、依頼人の意思というものもありますよね。依頼人の利益にというものもありますよね。何かその話を聞いて、彼らは誰かの代理人であったり、誰かの利益のためにですね、やろうとしているかのようにも、まあ、見えるんですけどもね、そういうその何だろう、今回の場合だったら本当は公正さだけのでの観点から考える判断するべきことでしょうけど、何者か、まあ、それはもしかしたら結局ですね、空気なのかもしれませんけれども、うん、まあ、その誰かの依頼を受けているかのように見えるんですよ、うん、まあ、その、まあ、どうしてそういう判断になったのかっていうことがわからないんで、うん、そこは何とも言いようがないですけども、うん、やはりあの組織の中での決定っていうのは、それによって合理的な決定が行われるような一つのシステムがあるわけですよ、うんうん、まあ、ただ検察も実際には私が指摘しているように、そういうシステムがもともとあるはずなのに、特捜事件については全くそれが機能しなくて暴走してしまうということなんですけども、その今の指定弁護士の機能の判断というのは、そもそもそのシステム自体ができてないから、もう何かそういう世の中の雰囲気っていうものを受けてしまうと、この3人の弁護士がえいやってやってしまったら、それが決定的なその影響をね、控訴するという判断だけで及ぼしてしまうという、まあ、これ非常に大きな問題だと思いますね。あと先ほどですね、これが政治的な影響を与え続けてきたと、この捜査だと、またそれを目的とした捜査だったか、結果として政治的な影響を与えたのかは別として、郷原さんも政治的な部分に関しては慎重にご発言されていると思いますが、結果として、小沢一郎という人を足止めてしまってですね、政治的な影響を与え続けてきたことはこれは間違いないと思われるわけですね。で、今回の控訴もやはりこれは政治的な決定だったのではないか、そして結果としては少なくとも政治的な大きな決定を影響をですね、与えることになる。1年間は足止めを食い、影響は大きいです ね、確かに。9月の代表選があるわけですよ、民主党の。その民主党の代表選に本人は出られなくなるかもしれない、というような影響が、まあ、考えられるわけです。なんかとにかくですね、私はそのこういう一人の政治家が一部の人たちには熱狂的に支持されていて、大きな期待を担ってて、で政治的にも無視できない存在であると、ところが何か別の力が働いてずっとこう排除されている状態なわけですよ。この状態がものすごく不健全だと思うんですね、日本の政治の在り方として。いや、小沢さんって人がどれだけのものなのか私も全くわからないです。いや、ひょっとしたらすごくね、この小沢さんの政治の力が日本に対して役に立つのかもしれないけども、意外と全然大したことないかもしれないです。やらせてみたら政策面でね、そんなに一貫して知ったこと言ってるようにも思えないし、いや、そうであればそれだけその支持してる人がいるわけだから、熱狂的に、そして期待、大きな政治家、大物政治家だという期待もあるわけだから、一回早い段階で小沢さんにやらせてみたらよかったじゃないか。ダメだったらダメだったで、もう早くやめてもらうということを やった後に次の政治の形を考えるべきだったんじゃないかと。ところがもうずっと4番バッター待望論みたいなものがずっとくすぶって、それをめぐって党内対立があり、また与野党の対立がある。こういう状況、非常に不毛な対立が続いてきて、潜在化した期待だけがずっと残ってるわけですね。これがこの数年間の日本の政治をね、おかしくしてしまったと、という意味では、結果的に非常に大きな政治的な影響を及ぼしてしまった検察の捜査、そして検視に対するね、まあ、とんでもないその報告書の提出などの工作、その罪は大きいですね。2点だけもうそろそろ終わりにしますが、今おっしゃったですね、この政界内部でカンカンガクガクいろいろな論争があり、合唱連行もあり、ドタバタしている権力闘争がある。これはまあ政治の世界では権力闘争あるのは当たり前ですよ。ここはでも立法府の世界で、政治の世界の中で行われているんだったら、それは良しとするべきであって、ところがそこに行政権力である検察権力、あるいはこの司法の権力が介入するということ、これはあっては本来はならない。不当な形は介入することはあってはならない。健全なチェックは必要だとしても、今回のこの一連の動きというものは、これは
検察、それからですね、検察審査会事務局を動かしているのは事実上、最高裁の事務総局です。だから最高裁が何らかの形で検察審査会の不当なですね運営というものに関わってたと言えなくもない。いや、まあそこの辺の話はね、あんまりそのあこれちょっとコメントしていただきたいんですね、うん、これに対して不当な動きだとして、これは不当な介入だとして、まあ衆参の議員たちが、うん、集まってですね、法務委員会の秘密会を開こうというふうなことを提案してます、うん、森裕子さん中心になって、うん、これの件に関してはどんなふうにご覧になる。まあ私はそのそういうなんかいろいろ言われてるような、そのくじ引きが不正に行われたとかね、実際には検察審査会は開かれてなかったんじゃないかとかいう話はね、あくまで疑いであって、実際にそういうことがあったというのはちょっと考えられないし、でそんなことが可能なんであれば、なんでその特捜部がね、あれだけしゃかりにきになって、特捜の一部の検事たちが虚偽の報告書まで作ってね、検察審査会を誘導しようとするのか、なんかそういったことを考えるよりも、むしろ検察のはっきりしている行為、これをきちんとね、問題を明らかにしていく方が先決だと思いますね。法務委員会の秘密会が開かれたとしたら、開かれるとしたらですね、これは、何か大変、まあ、事実の解明に役立つような情報が出てくるとか、事態に大きな影響が与えるか、まあ、それはむしろ逆にね、もし秘密会の場で、公開はできないようなものが何か明らかになるとすれば、むしろそのあっちの方が重要なんじゃないですか。その検診の審査に虚偽報告書がどういう影響を与えたのかということがね、これも基本的には審議、検察審査官の審査は公開されないから明らかにならないんですけども、そこが明らかになるんだったら意味がありますよね、うん、なるほど、うん、そこはもしかしたら、はい、広い意味で、小原さんのお仕事にもちょっと関わってくる、今仕事っていうか、まあ、興味のあるところですよね。はい、なるほど、分かりました、すいません、あの長時間お話伺って予定よりもだいぶオーバーしました、はい、いや、またあのこれからもぜひ、お話をまた伺って、まあ、ちょっと今後は大阪の事件について私は当事者という立場になるんで、なかなか、あとは法廷の場で、法廷の場で、あるいは控訴収拠という書面で訴えていくしかないですけ ど、まあ、あの検察問題全般とかね、うん、他の問題については引き続きいろんな意見を言っていきたいと思ってます、うん、はい、ということで小原さんにお話を伺いました。どうも小原さん、どうもありがとうございました。